おや、おかしいですな。確かあなたあの晩私に被害者と連絡が取れないから様子がおかしいから一緒に部屋まで見に行ってほしいと連絡してきましたね。そして私が被害者の部屋の前に着いた途端にあなたは被害者の部屋の鍵がかかっているのを確認し、その時普通はフロントに連絡するところを警察に連絡しようとしましたよね。おかしいと思いませんか？それはあなたがその時すでに被害者が死んでいたことを知っていたからですよ。違いますか？